ではしじみを入れていきます。かなり綺麗になっています。自分で潜っていったんだと思います。皆さんこんにちは。今日はこちらの緑色の水槽にしじみを100匹入れて、この水がどのように変化していくのか検証していきたいと思います。しじみとかアサリなど砂の中で生活している貝類の仲間は、水の中の有機物を体内に取り込んで栄養などをこし取ると同時に水をきれいにしてくれるんですが、今日はそんなしじみたちの浄化能力が実際いかほどのものなのか見ていきましょう。まずこちらの緑色の水はグリーンウォーターといって、植物プランクトンが大量に含まれた栄養たっぷりの水です。よく外に雨水が放置されたりするとこんな感じの色になったり、ビオトープとか池の水なんかもこれに当たります。これはね、この日のために僕が家の庭に容器を置いて採取したものなので、多分顕微鏡とかでこの水を見てみると、いろんな微生物がたくさんいると思います。なんか中学生ぐらいの頃にそんな授業をやった記憶がありますね。全然覚えてないですけど。あとシジミって基本は汽水域と呼ばれる淡水と海水が混ざり合う場所に生息するんですけど、これは淡水シジミといって、少し特殊なシジミなんで純淡水で飼育することが可能です。シジミって砂に潜る習性があるので、ちょっとだけ砂を引いていきます。あまり厚く敷いてしまうとね、シジミ完全に隠れてしまいますので、浅めに引きます。ではシジミを入れていきます。まあなんとなく均一になるように入れていきます。この水槽ね、ジェックスのラクテリアっていう水槽なんですけど、本来だったらね、ここにフィルターがついてるんですよ。ただね、フィルターつけてしまうと水がね、綺麗になってしまうんで、このね、フィルターは取り除いています。かといってね、何も水を動かさないと酸欠になってしまう可能性がありますので、水だけ回していきます。ここから水がね、チャプチャプしてるんで、多少ね、空気が取り込まれて酸欠防止になると思います。まあ、すぐにね、効果が出るものではないと思いますので、しばらくね、経過を見ていきます。はい、あれから丸1日経ちましたが、特にね、目に見えて劇的な変化というものはあまりないです。まあ、若干水がね、透明になってきたかなっていう感じがします。でよく見てみると、ここにね、白いのが、横に出てると思うんですけど、これがおそらく入水管ですね。でこっからね、水を取り込んで、水をきれいにしてるんだと思います。あ、で横の子とかはね、完全に砂に潜ってるんで、僕はね、上からこう貝をバババーっと撒いただけなので、自分で潜っていったんだと思います。この辺とかもなんか緑色のものが溜まってますね。ここら辺がお尻の部分なので、吸い取ったものがここに排出されたのかどうか分かりませんけど、明らかに何かがこう溜まってる跡があります。まあ1日目の経過はこれぐらいですかね。それでは引き続き経過を観察していきます。はい、シジミを投入して2日目なんですけど、見てください。ちょっと映像だと分かりにくいかもしれないですけど、透明になってきましたよ。なんか初日とかね、後ろの方全く見えなかったと思うんですけど、なんかほぼ水槽の後ろの方まで見えるようになりました。映像にするとね、まだ濁ってますけど、もう肉眼だとね、もう雲泥の差でかなり綺麗になっています。奥の方の貝とか一切見えなかったはずですけど、後ろの貝の姿が確認できるのがすごい嬉しいです。この真ん中のシジミがね、非常に分かりやすいんですけど、シジミってね、入水管と出水管っていうね、器官を持ってまして、入水管から水を取り込んで中でろ過して、で出水管から排出するんですけど、この子はね、入水管が綺麗に出てるんですけど、出水管がちょっと分かりにくいですね。これとかこの貝とかは若干2本分見えるかな。シジミの向きとかによってね、入水管の位置変わってきますけど、この場合だと左側が入水管で、右側が出水管ですね。なので今ね、左から水をね、取り込んで中で綺麗にして、右から排出しています。この子よく見てみるとね、入水管の周りにね、微細な毛がついてると思うんですよ。入水管からね、水を吸ってるというよりも、入水管の周りにね、微妙なね、ちっちゃいこう毛がついてまして、これでね、水流を作って中に水を取り込んでるらしいです。はいはい、シジミを投入してから5日が経ちましたが、なんとほぼ透明になりました。 100% 透明かって言われると、まだ少しだけで緑がかっていますが、2日前と比べるとこんな感じで、5日前と比べてもとんでもないぐらい綺麗になりました。シジミたちは本当によく働いてくれています。なんか100匹もシジミを入れたら 1,2 匹は弱ってしまったり、亡くなってしまう子もいるかなと思いましたが、ここまで1匹も脱落せずにいるので、シジミってかなり丈夫な生き物なのかもしれませんね。
寿命に関しては河口などにいる一般的なシジミは10年くらい生きるそうですが、今回検証している淡水シジミはどうやら 1,2 年ほどしか生きられないそうで、一般的なシジミと比べるとかなり短命です。でもシジミは産卵の時にメスが数十万個の卵を産んだり、一度に結構な数のシジミが増えるので人間に食べられてしまったりする数も多く、寿命も短い方ですが、まだまだ絶滅したりとかの心配はあまりないそうです。まあそれもあんな汚れた水に入れられてもここまで問題なく生きてるんで、環境への適応能力みたいなものが非常に高そうですよね。それではもうほぼほぼ透明ですけど、ここからは完全に綺麗になるまであと何日かかるでしょうか。こういうのって初めは割と綺麗になりますが、ある程度綺麗になってからはね、なかなか綺麗になりにくかったりするので、完全になるまで早送りしたいと思います。皆さんもね、あと何日かかるか予想して見てみてください。ということでよろしくね。はい、シジミを投入してからちょうど2週間経ちましたが、もう完全に透明になりました。もう初日と比べると一目瞭然だと思います。横から見てみますと、はい、横から見てもね、こんな感じで透き通っています。個人的には透明になると言っても若干透明になるぐらいで、仮に透明になっても1ヶ月以上はかかるかなと思っていましたが、驚くべきスピードで綺麗になりました。皆さん初日の水槽をね、思い出してみてください。あのわけのわからない緑色の水がね、ここまで綺麗になるとは。なんかずっと観察してるうちに不思議とこのシジミたちがね、可愛く思えてきて、よくやったぞと、お疲れ様でしたと言ってあげたいですね。こんな小さな貝が水を吸って一生懸命生きてると思うと感慨深いものがありますね。はい、というわけで今回はシジミたちの浄化能力が実際いかほどのものなのか検証するという動画でしたが、見事ね、緑色の水槽がだいたい2週間ぐらいで綺麗になりました。もちろんシジミの数やね、個体差によって若干変動があると思いますが、まあだいたいね、1、2週間で、ある程度綺麗になることが多いと思います。よろしければこの動画の感想をね、コメント欄にいただけると嬉しいです。この動画が好評であればね、緑色の水ではなくて違う色の水でやってみたりとか、まあ、いろんな企画を考えてみたいと思います。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。